アドリアーノ・チェレンターノは、イタリアの歌手。イタリアを代表する往年のロックシンガーで、イタリアのエルビス・プレスリー、イタリアのキング・オブ・ロックなどと呼ばれる。数多くのヒット曲を出し、CD の売り上げは1億5000万枚を超える。サンデモ音楽祭で準優勝になった24000バッチは、日本でも24000回のキススの名でカバーされ、ヒットした。ミラノ生まれ。 時計の修理工など様々な職業に就いた後、1957年に歌手デビューする。1960年のフェリーニの映画、甘い生活には本人役で出演し、ロックを熱唱した。1961年にサンレモ音楽祭に出場し、24000回のキスで準優勝を飾る。70歳を過ぎて、なお現役で、チェレンターノが、 メインで司会し歌うテレビ番組も持つ。政治的発言も多く、2005年にイタリア国営放送ライで放映されていた歌番組、6パリトックでは、ベルルスコーニ首相をはじめ、時の政治家を不しすぎて放送を阻止しようとした政治家もいたという。歌の他に映画監督、俳優、司会など多彩な活躍をしている。妻のクラウディアモーリもよりも歌手、 女優として有名である。二人の間に娘が二人と息子がいる。三人とも歌や演技などの芸能活動をしている。長女は父親が監督した映画ユッピジュなどに両親と共に出演したほか、イタリアのリアリティ番組に多数出演。次女はメルギブソン主演の映画パッションで悪魔を演じ、注目された。フランコさんのイタリア通信ほど日韓糸井。 2005年11月1日、ありがとうございます。